言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。5月14日の現在16時17分になります。今回のデータですね、 BE:FIRST の、総再生回数 YouTube ですね、こちらの方など見ていきたいと思います。で、皆さんもねご案内だと思いますけれども、この4月22日の段階の274万あたりを、まあ、ほぼ皮切りにしていい感じで再生回数 BE:FIRST 全体の動画の再生回数が伸びてまいりました。で、まあ、その前に見るとね、だいたい40万ぐらいだったところがまずあります。はい。で、4月22日から4月26日が最大で、そこからちょっと下がりつつも、その後も100万台をキープして、ゴールデンウィーク中も音楽番組とかそれからフェスとかもろもろありつつで、その中も100万台をキープしています。当然フェスに行っている人たちが MV の方再生はできなかったとは言ったものの、おそらくフェスで BE:FIRST を見た人たちや音楽番組で見た人たちがここの再生分に加算もされて、その結果100万超えはいい感じで言っていたと思います。で、最新のところではないのですが、データがね、最新の今日のやつはやっぱ出ないので、5月11日と、5月12日に関しては100万台から81万そして74万まで下がりました。まあこれはね、流れとしてそうなってくるのは仕方がない部分はありますし、まあその分ベスティが支えていくべきっていうところはあるわけですね。で、聞いているユーザーが多い地域という形のところを見ていきたいんですが、4月15日から5月12日の間で、なんとジャカルタが1位で 1.53M 回という形になりますので、まあ、153万回ぐらいですかね。これは一つの街でなので、非常に面白い結果だと思っています。で、まあ、こんな感じで、あとはスラバやバンドンなどありますが、こちらインドネシアですね。メダンとマカッサルに関しても、これメインストリームの時にも上の方に上がってきた街でございます。はい。で、そんな感じになっています。で、こちらをですね、これは28日分、1ヶ月分、約1ヶ月分なんですが、過去7日分にしてみましょう。そしてですね、そうすると都市の方がですね、まあ、こんな感じになっておりまして、なんとジャカルタが1位でございます。いや、ジャカルタ素晴らしいなと思いますけれども、若い人が多いというのと、勢いもたくさんある場所でもあり、人口もね、インドネシア多いですからね。ジャカルタには負けてられないぞと思ったりしますが、だってこれ見てください。1位ジャカルタ、まあ東京が実際一番多いと思ってますよ。東京はね、新宿区とか世田谷区みたいになんか区で分かれてしまうので、はい、なので大阪、札幌、横浜とありますが、ただそれを差し引いたとしてもジャカルタが1位、そしてバンドンが5位、スラバヤが6位という形で、まあ、基本インドネシアあたりがというところにはなりますかね。はい。あとマカッサル、メダンも入っていますね。パネンバンも入っていました。はい、という形です。電波サル、ここは前見たことないな。パレンバンとかね、メダンとかね、スラバヤとかは行ったことはないけど、私がゲームをやっていた時期に大航海時代シリーズってやつで街の名前自体は知っています。ただもちろん行ったことはありません。はい。で、そんな感じなんですが、で、楽曲ランキングの方は見たいんですけれどもね、見えましたね。5月12日まで、4月15日から5月12日までの間の部分で、マスタープランが 27.6M 回と書いてありまして、まあ、つまり、M はね、ちなみにミリオンなので、100万ですね。というわけで、2700万回、約2700万回という形になりますね。2760万回という形か。で、まあそういう形なんですね。で、一個気になったことがあったというので、書かせてもらったんですが、どういう経緯で見たのかわかんないんですけど、自分のところにもコメントが来まして、申し訳ないけど削除させてもらったんですけれども、広告再生で MV 再生回数取って楽しいですかみたいな、を威圧してきたねと思って、もう事務的に、いや、もう削除しましたけどね、相手にしても仕方がないタイプの人だと思ったので。で、まあ広告再生っていうのをどういうニュアンスで知ったのかわかんないんですけど、なんかね、そしたらもう一回コメントが来て、多分同じ人なんじゃないかなと思うんですけどね、アカウント違ったんですけどね、暇な人いるなと思ってあんまり煽っちゃいけませんね。なんていうか、 YouTube チャートの方でちゃんと出てますよねっていう話があって、実際の MV の回数よりも多いですよみたいな感じの話をされて、で、多分あんまりまともに対応しなかったんですけど、おそらくこれのことだと思って、27.6
満開なんですよね。 27.6 メガ、まあ、約2700万回という形になります。でおそらくその人が言っていたのは、ちょっとマスタープランの MV 開きますけど、小さいけど見えますかね、2209万6781回視聴と書いてあるんですね。はい、まあ切り板がいい感じで2200万回超えたというところで、まあ、現状3000万回目指していってるっていうところではあります。まあだからもしかしたら普通に疑問に思ったのかもしれないんですけどね、まあ削除してしまったんであれですけど、もし見ていらっしゃったら単純に疑問に思ったのであればすいませんが、とりあえずこういう感じで2209万回という形なんですね。でこちらの方だと2700万回っていう形には確かになっています。でこれはですね、マスタープランの MV だけじゃないですよね。オフィシャルオーディオもあります。ダンスプラクティスもあります。ダンスパフォーマンスもあります。あとなんかね、一説によるとビハインドザシーンもマスタープランの音が流れているので、そちらも加算されているらしいって話がありました。でこれも実際その一番最新までは見れないので正確な数値は分かんないんですが、それがそれぞれ150万回とか100万回とか、オフィシャルオーディオとかも100万回ぐらいあったかな。でその4つぐらい合わせたら2209万プラスちょいちょいとやった感じで2700万回いくんじゃないかなって気がするんで、だからマスタープラン1つだけのデータではないんですよね。 YouTube のものとして、まあ、YouTube 指標でも出たりするのってあるじゃないですか、ビルボードで。あれって要するに一つの動画だけの指標じゃないですから、YouTube 指標でなんていうか、 BE:FIRST がね、ビルボードのランキングで4月22日から28日のビルボードジャパンランキングで、まあ総合も1位を取った上で YouTube 指標も1位を取ったんですね。ただ数字って実はマスタープランの MV だけだと1位取れていないんですよ。その時の指標の2位、 YouTube チャート、ブリンバンバンボーネス、クリッピーナッツ、そちらがですね、 MV で言ったらもう随分リリースされてから経つのに未だ YouTube 伸びすごいっていうところがあったんですね。でもその時は多分話していないんですけど、もしかしたらなんやかんやでマスタープランのなんていうか、他のダンプラとかダンスパフォーマンスとかも多分出るだろうから、なんか単体では勝てないけど団体戦でそれでなんとか一周は乗り切れるんじゃないかなっていう風に思っていたんです。ただこれも動画ではね、不安煽るので言わなかったですけど、クリーピーナッツがたまたまザ・ファーストテイクの動画が上がったタイミングでもあって、これどうだろうなと思って、これがどういう指標でされるかも分かんなくて、これがもし伸びていったらワンチャン YouTube 指標1位なくなる可能性ゼロではないかもと思ったんですが、さすがにその時は語りませんでした。うん、まあ、結果的に、まあ、そのザ・ファーストテイクのクリーピーナッツのやつがどんな感じに加算されたかは分かんないんですけど、まあ、とりあえず YouTube 指標1位を取れたので、まあ、一安心したっていうところはありました。はい、なので単体では結局ね、2200万回ぐらいですが、もろもろ加算された状態で2700万回という形なので、これはだから広告再生とかの部分ではないです。あと実は広告再生分は YouTube の再生回数に加算されないっていう、そういうガイドラインがもう最近じゃないですよ、2019年の段階でできてるんですね。だからもともと広告再生で広告が流れたとして、それが加算されるっていうことはないんですね。だからそこの部分はいいんです。でさらにもう一歩踏み込ませてもらっていいですか。広告再生だったとして、まあ、広告再生っていうか、広告自体悪いことじゃないんですよね。皆さんも私もそうだけど、新聞とか撮ってて広告見てスーパーで何々安いとかで行ったりするわけですし、電車の中の釣り広告もそうだし、駅の方でも広告いっぱい貼ってありますよ。はい、だからそういう感じのもあるから、で先ほど言った通りガイドラインで広告再生分で、その映ったやつ自体は再生されずに、まあ実際その広告を見て、じゃあ MV の方に行ってくれたらそれを再生っていう形に、もうガイドラインが昔変わっているので、うん、だからそういう時代でもあるので、まあ釣り広告や新聞の広告がダメで、 YouTube の釣り広告や新聞の広告やビルの広告が OK で、 YouTube とかのデジタル広告がダメっていうのは少し乱暴すぎるなっていうふうにも思うので、まあそういうこともちょっと語らせてもらいました。でまあそれもありつつの上で、先ほど言った通り2019年にガイドラインが変わって広告で出たものは加算されないって決まっているので、これは YouTube の方のね、そっちで見てもらったら載っていることなので、
そういう形なので、まあ、ご安心くださいベスティもね。あとまあもしかしたら疑問に思ってる方とかそういう感じの人たちにとつられて疑問に思った人もいたかもしれませんけど、まあ、そういう形なので前も一応言いましたが、まあ、確かにこの話は言っといた方がいいんだろうなと思ったんでね。多分この2700万回というのはダンプラとかダンスパフォーマンスとか全部ひっくるめた上での再生回数でございます。だからこれは大丈夫っていうことですね。はい、それとね、マスタープランをですね、いろんな人たちが踊ってくれていますが、まあ、マーゼルも当然そうだから載せましたけれどもね、はい、ザ・ファーストの絆って素晴らしいと思った件がありますよ。実はね、紹介したかったんですけど、なかなか紹介できず、というのもね、どちらかというと、まずはマスタープランの MV をビルボード1位にするっていうところがあったのと、あとは、私が親知らずを抜いたりなんかして、痛かったんでなかなか語れなかったとかそれもありましたけどね、ここで紹介できるなと思って、マスタープランね、まずマーゼル、リュウキ君もいるけど、まずラン君ですね。あえてザ・ファースト話をしたから古いラン君と言っときましょうか。古いラン君、はい。そしてジャムヘッズのワン君というね、大久保とわ君です、この子は。はい。それからセレスティアのミスミアキト君、アキト君ですね。ザストを見た方なら皆さんもうね、すでにご存知ですね。大久保とわくんと三住明人くんは合宿前に脱落はしてしまいましたけれども、まあ、海流くんなんかとももしかしたらいろいろと話とかもしたかもしれませんね、そんな感じで。で、マスタープランね、応援してくれていますよ。三住明人くんはいつか BE:FIRST 先輩とご一緒できるよう頑張りますっていう形で言ってくれています。おそらくジャムヘッズのプロデューサーさんと一緒にマスタープランを踊っているのかなって感じでございまして、応援してくれています。で、それから、ラン君とリュウキ君で、マスタープラン、俺らも参戦っていう形でね、桜のマークと一緒にね、踊ってくれています。ちなみにこのラン君めっちゃかっこいいっすね。はい。まあみんなかっこいいけど、三住明人君、改めてかっこいいっすよね。で、トワ君は3人いて、ちょっと遠くだから分かりづらいけど、すごいスタリッシュでかっこいいと思います。リュウキ君は可愛いですね。かっこいいって言ってくれた方が彼は嬉しいんだと思うんですけど、まあかっこいいですけどね、かっこいいし可愛い、まあこんな感じでね、応援してくれておりますよ、ありがたいですね。まあこんな感じですよ、ザストに参加してくれた子たちがね、マスタープラン応援してくれてるんですから、ベスティの私たちもね、まあ皆さん大半ベスティだとおそらく思われるので、ベスティじゃない方もいらっしゃるかもだけど、こんな感じなので、それはもうね、ザストの絆素晴らしいぜって思うし、やっぱりね、まあもうだいぶもう3年目になりますから、ザストって語るのもどうなんですかっていうのもあるかもしれないけど、まあゴリ押ししなければね、昔のことを語ってもいいじゃないですか。時には昔の話よってね、確か魔女の宅急便のエンディングテーマでありましたよね、うん、全然関係ないですね。はい、そんな感じですからね、まあ、マーゼルは当然 BE:FIRST の共演はね、当然当たり前ですがしてますけれども、セレスティアとジャムヘッズもいずれ本当に BE:FIRST とそして BMSG アーティストと共演をできる感じのがあったらすごくいいですね。可能性としては、フェス関連が一番、共演の可能性高いのかなって気がしますんで、まあ、BE:FIRST もフェスにいっぱい出れるように、ベスティ一同ね、頑張って、サポートもしていきますし、ね、彼らのこともね、アキト君と、ワン君、大久保とわ君の TikTok 貼っておきますし、当然、マーゼルのも貼っておきますしね、まあ、諸々参考にしていただければ幸いでございます。まあね、うたコン、マーゼル出ますし、まあこの動画見てくださっているタイミングでも出てるかもしれませんが、マーゼルのこともね、混ぜさせてもらいました。はい。いや、まだ今の段階じゃとって当たり前ですけど、歌コン始まってないので、どんな感じになるか楽しみですね。そして最初のマーゼルの方の歌コンの動画も、おそらくは、上げることになると思いますので、そちらもぜひ、よかったら見てください。はい。では、この辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、マシカドの語り部、グランパンバーズでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。グランパンパース現在登録者数2万人を目指しております。理由というのもございまして、いろいろとね、日本のカルチャーを世界にっていうところに自分も矜持を持ってやっているところなんですけれども、登録者数が多いと新規の方も来やすくなりまして、それで説得力も増すっていうところがありまして、いろいろ考えた末に登録者数を増やしていきたいなっていうふうに思うようになりました。あとシンガーだったりダンサーだったりとか、元芸能界にいた人間とかでもない人間として、一般人でもこれだけできるよっていうところがあると、まあ何かしらの形でなんか皆さんに希望とか夢とか与えられるっていうのも、もしかしたら
あるのかもしれないとおこがましいのですが考えたりしているところでございます。はい、いろんなグループ取り扱っていまして、アーティストも取り扱っていますが、非常に楽しく活動させていただいております。で、登録ですけれども、登録に関しては YouTube は全て無料でございまして、こっちに通知が来ることもありませんし、万が一私のチャンネルが合わないと思った時に解除する時も私の方に一切通知は来ませんので、安心して登録していただけると思っております。そしてすでに登録してくださっている方、本当にありがとうございます。一度登録したけど解除したよっていう方で、もう一度じゃあ登録してやろうかなっていう方も、もしよかったらよろしくお願いします。今後とも精進してまいりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。